とある町に一人の少女が暮らしていました。少女の家は貧しく、生活は苦しかったものの、それでも毎日懸命に生きています。町から離れた遺跡で一人で遊ぶ少女、友達がいない彼女にとってこの寂れた遺跡が唯一の遊び場でした。辛いことばかりの毎日ですが、今日の彼女はとても元気です。それもそのはず、今日は少女の誕生日だったのです。しかし、おいしい料理はありません。プレゼントもありません。少女の誕生日を祝ってくれる人など両親も含めて一人もいませんでした。仕方なく、少女は自分で自分をお祝いします。おめでとうと自分に言えば、ふんわりと温かい気持ちになれました。バレリーナのようにくるくると踊ったり、ぴょんぴょんと跳ね回って遊ぶ少女。彼女は思いつく限りの楽しいことを試しています。これが少女にとっての誕生日パーティーでした。日々の辛さを忘れられるように、今日という日が特別なものになるように。一人ぼっちの誕生日パーティーはまだまだ続きます。今度の舞台は石のテーブルの上。少女は土で何かを作り始めました。少女が作ろうとしているのは、食べきれないほどの大きさのとても立派な誕生日ケーキです。小さな彼女に作れるでしょうか。少女は父親にも母親にも誕生日を祝われたことがありません。本物のケーキも遠目で見たことがあるだけでした。家にお金がないことは少女にも分かっていたので、仕方がないと我慢していたのです。本物のケーキってどんな味がするんだろう、どんな匂いがするんだろう、きっと美味しいんだろうな、いつか家族みんなで食べてみたいな、そんなことを夢見ながら、少女はケーキ作りを続けます。土のケーキを作り始めて十数分。少しいびつながら、なんとか完成させられました。ですが、よく見ると何かが足りません。大事な大事な、なくてはならないものが。少女はすぐに気づきました。そう、ろうそくが足りなかったのです。少女は早速代わりになりそうな木の枝を探しに向かいました。なるべくまっすぐなものを、自分の年齢と同じ数だけ折ってみたり削ってみたり、ろうそくを作るのにも妥協しません。ちゃんとしたろうそくがあってこそ立派なケーキになるのですから。その時、ふと甘い匂いが漂ってきました。どこかでお菓子でも焼いているのでしょうか。一体何の匂いだろう。そう思いながら、木の枝を集め終えた少女はケーキを振り返ります。すると、信じられない光景が広がっていました。なんと、土のケーキが本物のケーキに変わっていたのです。
少女が頑張って作った土のケーキはいつの間にか本物に変わっていました。白いクリーム、色とりどりのフルーツ、夢のような出来事に少女は喜びを隠せません。そして歓喜の声はそのまま歌に変わりました。今日一番幸せなバースデーソングが静かな遺跡に響き渡ります。そんな少女の様子を遠くの木陰から見守る何かがいました。人でもなく動物でもない不思議な生き物。その生き物は一人で遊ぶ少女を見かねてつい干渉してしまったのです。それがいけないことだと知りつつも、せめて今くらいは不思議な生き物が少女に向けた温かな願い、少女の笑顔を見るにそれはきっと叶ったのでしょう。おめでとう。ママからのプレゼントよ。